見極めで検索はいみなさんこんにちはこちら見極めライブ YouTube イエローステージとなっておりますこの時間はですねここに神のるとの牧島様にお越しいただいております本日どうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますよろしくお願いいたします 本日はですね、2つのコンテンツをご用意させていただいておりまして、まずはですね、業界や企業の説明と、あとは学生さんの皆さんからですね、Q&A という形でチャット欄でご質問いただく、計35分間で進めてまいります。またですね、このタイムを見たよというところがですね、企業様に伝わるように、チャット欄の URL から、えー、チェックインを必ずよろしくお願いいたします。質問や感想などはですね、Q&A の時間を待たずに、どんどん今からですね、チャット欄で送っていただければと思います。 そして、見極めの特別企画として、企業の皆様からクイズ、アンケートをいただいております。今回はですね、コニカミノルド様から、えー、コニカミノルドと聞いて思い浮かぶものは何でしょうかというようなところでアンケートをいただいております。学生の皆さんですね、えー、匿名で参加できますので、ぜひチャット欄からご参加ください。回答はですね、企業紹介の終了とともに締め切らさせていただきます。それでは早速、企業紹介へ移らせていただきますので、牧島様から、あ企業紹介の方、よろしくお願いいたします。 はいよろしくお願いします。あの企業紹介ですね始める前に私の自己紹介先に始めさせていただくとですね、私、えー、人事部、人材採用グループというところに所属している、えー、牧島と言います。で実は私、もともとコニカム・ノルタ新卒ではですね、技術系の採用、あ、ごめんなさい、えー、技術職としてですね、つまり開発職としてコニカム・ノルタに入社をして、その後ですね、えー、自分から移動をして今の人事部に来てます。でですので あの開発の時の経験、まあ、その時はビジネスの方ともいろいろやり取りをしていたので、その時の経験も含めて、今日はいろいろお伝えできればと思っておりますので、皆さんからも本当に何でも質問を答えていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。はいちょっとあの自己紹介させていただいたんですけれども、あのここからですね、2ムのルタの会社説明会、始めさせていただきます。 え見たいが未来を作るというところでこの見たいというところがキーワードになっておりますのでぜひですねこの見たいといったところに注目して皆さん、えー、聞いていただければなと思っておりますコニカミノルタの会社説明会コンテンツはですね、えー、大きくこの場では3つまずはお伝えしたいと思っていますまずはこのコニカミノルタとはというところですでその後こ 当社の強み、特徴の部分、えそしてそんなコニカミノルタでの働き方、もうこういったところをお伝えしていって、ですね、まあ、その後、勝田さんからもあった通り、皆さんのアンケートであるとか、Q、Q&A にお答えしていってです、ね、最後のお時間で今後のご案内、主にですね、ビジネス系、技術系のワンデー仕事体験、インターンシップのご紹介をしたいと思っております。はいまあ、そんなコンテンツの中で、ですねまず初めお伝えするのが、このコニカミノルタとはというところになります。 であの先ほど、忽田さんからもあった通り、コニカウナドのと聞いて何をイメージするかというところですね、皆さん、あのぜひチャット欄入れていただければと思うんですけれども、まあ、ちょっとここにこう写真で出しているんですけれども、あの知ってるよっていう方でよく聞くのは、ですねこういったこうプラネタリウムであるとか、こういった駅伝ですね、陸上部駅伝であるとか、あとはこういったですね複合機ですね、まあ、こういったところを手かけているので、こういったところを思い浮かべる方いるかもしれないなと思うんですけれども、 本当にです、ね、いろいろと、その他こんなのも知ってるよっていうのがあれば、えー、ぜひ、えー、コメントいただければなと思います。ただ、本日はですね、皆さんにはコニカミノルタっていうのは、本当にですね、多角的にいろんな授業をやっているんだなといったところ、まあ、そういったところもですね、ぜひ覚えて帰っていっていただければなと思っております。はい、で、えー、まず皆さんにお伝えしたいところは、ですねこのコニカミノルタの経営理念というところです。 これはですね新しい価値の創造というのを経営理念、すなわち会社としてのミッションというところを置いているんですね。で、皆さんに今回ですね、一つ覚えて帰っていってほしいのは、このお客様の見たいに応えるというところなんですね。まあ、コニカム・ノルタはお客様の見たいに応えることによって、新しい価値の創造というのをしている会社なんだというところ、ぜひ覚えて帰っていってほしいなと思っております。 その中で、この見たいというのをひらがなにしているのにはです、ね、こだわりがあるんですね。まあ、どんなこだわりかっていうと、いろんな見たいに答えることができるというところです。じゃあ、どんな見たいに答えてきているの、答えているのっていうかいところをお伝え,えしたいと思うんですけれども、実はコニカム・ノルタですね、今年で151年目を迎えた会社なんですね。なので、創業当初は、創業者はこうちょんまげを生やしてるような人みたいな、それくらい歴史がある実は会社です。 で創業当初はこのようなフィルムであるとかカメラ、まあ、こういったところを起点としている、まあ、いわゆる人のこう写真を通して見たいに答えている会社なんですけれども、今はそれがいろいろなこう形の見たいに展開しているよといったところになります。で、この中でも1つ例を挙げてお伝えをすると、このよく診断とかで使われるこの見たいですね、これは医療従事者の方が実際に患者さんの体内の様子、 を見たいたまあ具体的な例はこれからご紹介するんですけれども、まあ、このようにですねいろいろな子を見たいというものに応えてきている会社答えている会社がコニカミノルタなんだよといったところ、まあ、それをですね是非、えー、ですね一つ覚えていってほしいなと思います。 そしてコニカム・ノルタもう一つ大切にしているところというのがこのイメージング・トゥ・ザ・ピーポーということでこのイメージングの技術まあすなわちこう見たいに応えている技術っていうのは人々に向けたものなんだよといったところなんですねここにまあ書いてある通り人と社会の持続的な成長に貢献するというところですまあすなわちこの見たいというのを応えることそれが 人と社会の持続的な成長、そういったところにつながるんだよと、つなげていくんだと、まあ、そういうのをしっかりと我々が考えているというところ、まあ、ここもですね非常にコニカミノルタが大切にしているポイントですのでえ、ぜひもう一つですね、覚えていってほしいなと、覚えて書いていってほしいなというところになります。はい、そんなですねコニカミノルタがですね実際どんな事業を手掛けているのという話に移りたいと思います。 まあ大きく情報機器事業、インダストリー事業、えー、画像ソリューション事業と3つの事業を展開しておりますで。それぞれの事業をですね、少し具体例を持ってご紹介していきたいと思います。まずはこの情報機器事業というところで、このデジタルワークプレイスというところです。まあ、これはあの皆さん、コンビニとかですね、大学とかでよく見る大きさの複合機、まあ、冷蔵庫ぐらいの。 小型のののの冷蔵庫ぐらいの大きさのものになります。まあ、こういったあの複合機を開発から生産まで手がけている会社になりますが実はですねこのか製品を通して人々の働く現場のデジタル化にも貢献しているというのもポイントなんですね。まあ、例えばですね今文書ってデジタル化がすす。ごく進んでいます、まあ、そういったデジタル文書っていうのをこの機器にですね一括で管理をしてかつセキュリティといったところも守るというところ。 まあそういったように、この複合機を通して人々のワークプレイス、働く場をデジタルに安全にしていくというところにも貢献している、そうしたところをやっています。また、このプロフェッショナルプリントというのは、より専門性の高いプロの領域のもので、これですね、大型のものでいくと10メーター以上超えるようなもので、価格も数億円とかっていうものもたくさんあるんですけれども、紙だけじゃなくて、洋服、布であるとか、あとはですね、パッケージであるとか、ラベルですね。 まあそういったものも印刷することができるものになっていて、プロの領域で特徴になっているのはデジタル印刷というのがポイントなんですね。つまり、一人一人、欲しいデザインに合わせて、欲しい量だけ、欲しいタイミングで提供できると。まあ、そういう非常に付加価値の高い印刷というのを展開しているのが、このプロフェッショナルプリントになります。 またこのインダストリーというのは人々のものづくりの現場に貢献するところになっていて、まあ、このセンシングというところは安全安心衛生というのがです、ね、キーワードですもの、まあ、とか光物のの色とか光っていうのを数値化できるところがポイントで例えばですねスマートフォンとかディスプレイ、まあ、そういったものの品質って実際に映った画面の光学的な、えー、情報を数値化して品質管理するんですね、まあ、そういったところとかあとは食べ物とか 食品とか薬、まあ、そういったものも実は色によって品質管理してるんですね。まさにそういった時に貢献している事業になっていて、貢献している、なんていうのかな、幅広さっていったら随一ですね、食べ物から実際にデバイスから薬からというところで貢献するような、まあ、そういった事業を手掛けています。 また下の機能材料というところはですねこのディスプレイのフィルムとかに使われているもので、まあ、わずか髪の毛の下くらいのフィルムっていうのがですねディスプレイに入っているんですけどもそれがあることでどこから見てもディスプレイがきれいに見えるという、まあ、変更版フィルムと呼ばれているものを世界でも数本の指に入る企業でしかそういったものって作ることができないんですけれどが、まあ、そういった生産をしているところになります。 また画像ソリューション事業というところでは、まあ、特にですね画像のソリューションといったところに特化した事業になっていて例えば X 線であったりとか超音波診断装置に代表されるヘルスケア領域であるとかこれフォーサイって読むんですけれどもこれコニカムノルタのですね画像 AI 技術のブランド名になっているものになっていて、まあ、AI を世のためにというところの意味合いを持ってフォーサイと名付けられています。 でまあ、ここに写真にあるように、これ実はガスの流れっていうのをこういうふうに色で分布することができるんですね。まあ、そういう独自のガズ IoT 技術を使うことで、例えば今、昨今、ガス漏れによる工場の爆発とかっていうニュース見られたことあると方もいると思うんですけども、そういったものを事前にですね防ぐような、まあ、そういう,こうソリューションといったものも展開しているような、そういう事業になります。はいまあ、このようにですね、いろいろなこう見たいというところを通して、ですね事業を展開しているというところ。 こちら見てご理解少しいいたただけたのかなと思いますでここからはですね実際にコニカミノルタの強み、特徴ですね皆さんにお伝えしていきたいと思っております。え3つ、ここからお伝えをしていきます、はいえ。1つ目がこのジャンルトップ戦略というところになります。でジャンルトップ戦略っていうのは何かというと、まあ、コニカミノルタです、ね、が今後、ですね成長が見込める領域。 かつ、その中でコニカム・ノルタがちゃんと強みを生かせる領域、そういったのをですね我々を見極めて、そこにリソースですね、すなわち人であるとか、物であるとか、お金、そういったところを集中的に投資していこうという戦略です。実はこの戦略というのはコニカム・ノルタが今から取ってたわけじゃなくて、前から取っている戦略で、この戦略があるからですね、あるからこそ、今、 まででの中でもこういった各先ほど事業を紹介したと思うんですけれども、トップクラスのシェアというものを持っている製品では数多く存在しているんですね。例えばこういうようなカラーデジタル印刷機が40カ国においてナンバーワンナンバーズのシェアを持っていると、まあ、このような戦略を取っているといったところが1つ目の強みになります。では実際にもう少しですね具体的なところの強みをお伝えすると、技術の部分になります。 それがコア技術というところになっていて、まあ、コニカ・ミノルタ151年という歴史があるよとお伝えしたんですけれども、もともとは実はコニカという会社とミノルタという会社がです、ね、2004年に統合している会社でもあるんですね。なので、それぞれの会社の強みとして画像材料、微細加工、工学と、まあ、4つの領域で強みがあります。えさらには、先ほど少しお伝えしたフォーサイという最新のこの画像 IoTAI 技術。 まあこれを組み合わせることでですね、コニカムノルタにしか出せない独自の技術というのを展開することができる。これが2つ目の強みになっています。で1つこちら、具体例をですね、お伝えしたいなと思っております。あの皆さん、X 線って とられたことある方いると思うんですけれども、まあ、皆さん想像される X 線って基本的には静止画、写真のものだと思うんですけれども、実はコニカミノルタ、それを動体解析することができるんですね。これは先ほどお伝えした通り、もともと X 線診断装置っていうコニカとミノルタという会社が持っていた光学とか画像、まあ、そういったところの技術からできた製品、そこに最新の画像 AI 技術を組み合わせることができるからです。で、動体解析できるだけじゃなくてですね、動画化することができる。 だけじゃなくて例えばこういった呼吸に伴う信号値の変化であるとかこれはですね血管の拍動に伴う血流の動き、まあ、こういったものも同時に見える化ができるんですね。まあ、これができることで従来だとこう病変があるかないかっていうところだったんですけどもそれだけじゃなくて肺機能そのものが今どれくらい健康なのかそういった情報というのもお客さんに提案することができるんですね、まあ、まさに先ほどね。 人とか社会の持続的な成長とお伝えしたと思うんです。けれども、もまあ、そういう部分につながるような子みたいに答えるまあ、まさに新しい価値を出しているようなまあ、1つの事例になっています。まあ、これがですね。2つ目のコニカミノルタの強みになります。え、そして3つ目がですね。あのグローバルというところになります。 えコニカミノルタ2022年の売上高は1兆1000億くらいになります。でそのうち特徴的なのは海外売上比率が85%というところです。まあ、米国30%、欧州30%、アジア25%というところ。であの展開国もです、ね、150カ国ということで、まあ、今国連加盟国って196カ国あるんですけれども、まあ、その4分の3くらいの会社に展開、国に展開しているよというところ。まあ、この辺りからも グローバルだなと思われると思うんですけどもまあ、特に強みとしてお伝えしたいのはこの顧客企業数というところなんですねこれが200万社あるということになりますこの200万社あると何が強みかというとまあ実際コニカムヌルタが新しい価値を作っていくときにこの200万社ある顧客っていうのはすなわちコニカムヌルタと信頼関係のあるお客さんなんですねなので今お客さんがどんな困りごとを抱えていて今後どういう課題が出てきそうかそういった 生の声というのを信頼できるお客さん200万社からどん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 聞くことができるんですね。まあ、すなわち、新しい価値を作り出すときの源泉力というのが、ここまで強い200万社があるというところ、まあ、こういう強固なグローバルな顧客基盤があるといったところ、ここはですね、コニカム・ノルタの3つ目の強みになっています。はい、といったところで、ここまでコニカム・ノルタのえ強みといったところをお伝えしました。 えそしてこのパートで最後にお伝えしたいコニカム・ナルタの働き方というところになります。えコニカム・ナルタは職種別採用というのをやっていまして、ビジネス職では大きく3つ、営業企画、調達、生産企画、経理、事業管理という職種、技術職ではここにあるです、ね、全11職種というところが応募となっております。であの詳しいところはです、ね、ぜひマイページご登録いただけると詳細見れますので、そちらご確認いただければと思います。 あの本当に皆さんがやりたい、ここで活躍したいと思える職種、絶対見つかると思いますので、ぜひです、ね、興味ある方、そちら、確認いただければなと思っております。はい、そしてもう一つ、ここでお伝えしたいのが、ですねこのコニカム・ノルタの人材の考え方というところになります。えコニカム・ノルタ、先ほど経営理念として、新しい価値の創造というのをお伝えしました。そのの上でですすね人材とししててこの3つを大切にしています 自立というところ、これは自ら考え、自ら行動するというところ。で好奇心というのは、これ、知的好奇心というところで、やっぱり世の中どう変化していくのか、まあ、外部にアンテナを出していくというところですね。そして3つ目が、キープラーニング、学び続けるというところです。まあ、こういったところが、やはり要素として、新しい価値を作っていく上では、やはり人として絶対大事なところだということで置いています。そして何より、この自分のキャリアは自分で築いていくんだという。 ここをですね実は大切にしていて、その上で会社のリソースとか制度っていうのをどんどん活用して実,を実現してほしいというふうに思っています。ですので、コニカフラン体の制度の多くっていうのは、非常にこう社員の成長であるとか、キャリアへのチャレンジ、キャリアの成長というのを後押しする制度が非常に多いんですね。で、まあ、こういったことによって生じる多様性、まあ、これが企業の力になっていくというふうに我々は考えています。 そして最後にですね、まあ、さっきそういった成長とかチャレンジを後押しする制度、こんなにあるよって、たくさんあるよって言ったと思うんですけども、まあ、その一例がここに書いてあるものになっていて、まあ、例えば私が利用したこの人材公募制度、まあ、年間100名以上もの方がですね使用する、非常に比率がこれ高いんですね、100名も使うっていうのは。それくらい一人一人が自分のキャリアとして今後こういったところを活躍したいと思って、この制度を使って、どんどんこうキャリア。 のチャレンジをしているというところにもなりますし、まあ、こういった何か新しいことを資格を取りたいであるとか、何か英語を新しく勉強したいとか、そういう社員にとっては150万円の自己啓発支援の制度があると、まあ、こういったところも繰り返しになりますが、成長、チャレンジっていうのを後押ししているというところの一例になるかなと思います。はい、えということでですねあの、ここまで会社紹介のところ、以上で一旦終了とさせていただければと思います。 まだありがとうございます。はい、ありがとうございます。そで,ですね一度あの画面の共有の方あの。 おきお切りいただきまして、ここからですね学生さんの Q&A というところに移ってまいれればなと思っております。それではですね、あのアンケートの方、こちらで締め切らさせていただければなと思うんですけれども、そうですね、結果ですね、あのー、ほぼほぼあの40%ぐらいの学生さんが、あのー、やっぱりプラネタリウムというところですね、ここに雷と聞いて思う株物は何でしょうかというところで、やっぱり。 152票のうちの40%ぐらいなので結構な確率でですね。やっぱりプラネタリウムのイメージがかなり強かったりするので<ー>学生さんだと見に行かれた方ももしかしたらいらっしゃるかも。はい、知れないですね。でちょっと今の,あのプラネタリウムってところ、あとあれですね、あんまり思い浮かばないなっていう方も25%ぐらいいらっしゃるので。あこのあたりこう結果見ていかがだったりしますかはい、ありがとうございます。あの本当にプラネタリウムっていうのは、あの一番こう、<laughs> 他の説明会のときにも皆さん言っていただけるところということで、うん、本当にこう見たいというところの、またプネタリウムというのも一つ、答えているところになるかなと思うので、うん、そういうところをきっかけにあの、うん、興味を持っていただいている方がう嬉しいなと思いますし、今日あの初めてこう聞いたという方も、ぜひこんなこともやっているんだというところ、ぜひ覚えて帰っていただければなと思っています、はい。ありがとうございます、はい、あご協力いただいた学生の皆さん、ありがとうございます。 プラネタリウムだけでも複合機だけでもないんだというところで、ものすごく高く化したこう授業だなと思ってまして、<laughs> こう学生さんにとってもあ、こんなところまでやってるんだっていうのは結構あったのかもしれないですね。はい、ありがとうございます。とところで、あのすでにですね学生の皆さんからのご質問もいただいているのであの、どんどんお答えをいただければなというふうに思っております。<laughs> まずはです牧島さんが携わっていた開発の具体事例をあのお伺いできる範囲で聞いてみたいですというところなんですけれども、こちらあの、ぜひちょっと牧島様ご自身の,あのキャリアだったりとか経歴の部分、ぜひお伺いできればなと思うんですけれども、<あ>いかがだったり、はい、しますでしょうかはいありがとうございます。私、もともと材料開発ですね、コニカムノルと入っていて、さっきの,あの機能材料フィルム、あのディスプレイの薄いフィルムを担当していたんですね。うんうん なのであの、本当にその、なんていうんでしょうね、技術の中でも材料だけじゃなくて、物理とか、実際生産するメカの人とか、いろんな分野の人と携わってる機会多かったですしあの、技術だけじゃなくて、やはり営業の方とか、生産の方とか、企画の方とか、そういったところともなんていうのかな、すごい距離感が近いんですよね。なのですごくこう、開発だけっていうよりは、営業の方とかとも一緒になんか一致団結して、いつもこう業務当たってたなっていうような、ちょっと簡単なんですけども、そんな。 すすごく今振り返るるとと印象があるなっていうところですあフィルムの開発っていうところですかね。ええ、おっしゃる通りです。じゃあ結構あれですね。もう皆さん、絶対にこうお世話になっているっていうところの<あー> <laughs> 開発をされてらっしゃるてこれで,で、ね、仕事の進め方みたいなところだと今結構他の部署の方とも関わりながらっていうところだと思うんですけど、どういった形であの開発を進められていくんですかああ,のありがとうございます。 やはりあのお客様との関係性でのもすごく大事にしているので基本的には営業の方と会社の方と一緒にこうお客様のところを聞きに行って次どんな困り方とか課題が出てくるかっていうのをしっかり聞くんですね。でその時にやはり開発からじゃどういったことが提案できるか。また営業ののの方っていうのは今後のそのその お客さんだけじゃなくて、いろんな世の中のトレンドであるとか、うん、コストとか、ね、納期とかってのも考えていただいているので、そう,でね、そういうところを踏まえて、どんな提案ができるかっていうのを、やっぱお客さんのニーズを起点に、こういろんな分野の人が一緒に考え合ってこう、開発に生かしていく、反映させていくっていう、そんなこうスタイルですかね。うん、なので、お客様起点っていうのは間違いなくあるっていうところですね。あなんか一緒に聞きに行くっていうのは、すごく新しいなというか、<ー>はい、思いましたね。 ありがとうございますなんかやっぱり開発って聞くと、なんかこう、営業の方から言われたことだけを開発するんじゃないかみたいなこうイメージを持たれる方もいらっしゃるかなと思っていて、うんうん、お客さんとこに一緒に行くっていうのは、なんかこう、そこう開発起点だからこそ提案できることもあるでしょうし、うんうん、営業起点だからこそ、こそなんかこう開発でに生かせる点もあるのかなと思って、なんかこう、御社のそういった社風とかも現れてるのかなと、個人的には、はい、考えさせました。 ありがとうございます。おっしゃる通りですね、はい。ありがとうございます。ではどんどん行きたいと思います。はい、うますえっと、広さんからご質問いただいております。ありがとうございます。趣、え、旨、ー、の学生です。自分の専攻分野に直接関わる職種と興味のある分野が異なるのですが、どちらを優先すれば良いでしょうかというところで、結構理系の学生さんあるあるかもしれないんですけれども、そうですよね。はい。もしなんかマキさんご自身の経験とかもあれば、えー、あのお伺いしてみたいなと思うんですけど、いかがでしょうか。うはい、ありがとうございます。これですね、ぜひあの興味のある 軸ってであの実際コニカミノルタの開発職が入った中でもあの全然こう分野が違う方っていうのもいらっしゃるんですね例えば生物やっている方がエレキハードウェア系の方<ー>行かれる方もいるくらいそのくらいこうあと天文学やってる方がちょっと材料系やったりとかそのくらい結構こう分野が一致していない方も全然いるんですねでコニカミノルタのこのなんていうのかな専攻の面談とかっていうところも 専門性といったところも全く見ないってわけじゃないんですけどもそれよりもその方が考えている研究の取り組み方とか考え方進め方そこを大切にするわけなんですねで。そういう研究のプロセスっていうのは分野問わずその方が大切にしているところっていうのは分野問わないと我々考えているので何て言うのかな我々の選考基準っていうのも専門性よりはそういった考え方の部分を大切にしているので是非ですね皆さんの興味のあるところそういったところを大切にしてほしいなと思っています。 ありがとうございます。あのう社もかなり職種もいろいろあって悩まれる学生さんも、ねね、はい多いかなと思いますけども、うん、こういうのをやってみたいなとかそういう興味で全然いいっていう感じですよね。おっしゃる通りですうん、うん。ありがとうございます。なんか牧島さんご自身のこう就職活動だったりとかもお伺いしてみたいなと思うんですけど、この辺りいかがだったりしますか。<laughs> はいあの私は実はですねさっきあの <laughs> 私は実はもともと化学系なんですよ。なので化学から材料開発に来ているので、そういった意味では、比較的専門性はマッチしてたところになるんですね。なのでちょっと言ってるところが私自身とは違うんですけれども、<laughs> まあただ、あのまあ、先ほどそうですね、私はそういったところでしたね。うんうんうん、ありがとうございます。ちなみにこう、専攻が全く違った場合とか、若干こう違った場合でも、 御社の中でこう教育体制というか、うというのも結構しっかり整ってらっしゃったりするんですかね。あ、ありがとうございます。はい、そこがまた一つ特徴になっていて、あのお答えからするとバッチリ整っています。で特にですね。専門性が求められるところ、例えばソフトウェア開発とかあ,あいったところっていうのは結構こう。プログラミングスキルとかそういったものが必要になってくるんですけども、実はですね。入社した後、すぐにあの実際実機を使ったプログラミング研修。 っていう通称シススクってシステムエンジニアスクールっていうものが大体1ヶ月弱くらいあるんですねでそこから本当に一からプログラム言語みたいなのもお伝えできるところになっているので全くこう触ったことがない方でもしっかりとその研修受けた後から業務開始できるということで、うん、非常にそういう研修育成体制っていうのは整っているかなというふうに思います。 あなるほどですね。じゃあ、あのー、ま全くこの分野かかったことないけど、興味あるなっていう方でも安心して入社できるっていう環境が整ってるってことですね。おっしゃる通りです。<laughs> ありがとうございます。では、続いての質問いきたいと思います。スーパーテンツクさんからですね。ありがとうございます、えー。基礎研究は具体的にどのようなことをされるのかお伺いさせていただけると幸いですっていうところなんですけども、この辺りいかがだったりしますでしょうか。あはい、ありがとうございます。あのコニカミノルタ ですね、こう中央研究所みたいなところに位置している部門がありまして、まあ、そこが主に基礎研究要素技術開発っていうところです、ね、をやってますでここはもう本当にこうなんていうのかなある特定の分野にとらわれていないんですね、まあ、なのでさっきあの4つのコア技術っていうのと画像 IoT っていう技術だたと思うんですけども、まあ、そういったところにこう関係しているところっていうのは基本的に 力を入れててやっています、まあ、中でも特に注力しているところでいくと、あの最新の画像 IoT 技術とお伝えしたと思うんですけれども、そのようなです、ね、AI であるとか、特に画像に特化した AI 系ですね、まあ、ここが基礎研究としても、特に力を入れているところになるかなと思います、うん、あなるほどですね、まあ、確かに最近こう、AI だったりとかが台頭してきているというのもあり、御社の技術力と掛け合わせてとていうところで、一番こう今は注力して取り組んでいらっしゃる部分ということですね。うん ですね、ありがとうございます。では続いて、先、え、生、っと、どんどん行きたいと思います。はい、もちろんです。ね、またちょっとまい、まいさんから歌えております。ありがとうございます。はい、えっと、牧島様があの人事に移動しようと思ったきっかけや思いがあれば教えてほしいです、はい、ということころで、<ー>やっぱりこう、開発の方がこうどうして人事に移動、ねはい、してきたのかというところをぜひお伺いできればと思いますが、いかがでしょうか。 あの私がです、ね、移動したきっかけが私もともと開発職の時にリクルーター活動というところをやってましてで実際にこう自分の母校のに出向いてです、ね、コニカム・ノルタの魅力とかを伝えるという活動をやってたんですね、はい、でその時に実際自分の母校の学生が2年連続でこう新卒で入社してくれたんですでその時に2名とも結構同じことを言われたのが牧島さんのおかげでまずコニカム・ノルタのことを知れたと。 深く知れたとでかつ入ってからもこう入る前のイメージとかなり一緒なんですというところをすごくこう感謝してくれたんですねで。それが自分の中ですごくやりがいになってそれでそれがですね開発ややっってるやりがいよりも自分の中でで大きくなったんですそれでまあ先ほどお伝えした公募制度って実は一年中いつでも手を挙げれば移動ができる制度だったのでもうこれはちょっとここを本業にしたいなと思ってこう人事の採用グループに移動しようと。 思ったという経緯ですねいやーめちゃくちゃゃく素敵なな話ですね <laughs> <laughs> いやーなんかこうやっぱり自分のおかげでこう入社してくれた学生がいるだったりとかそういうことを感謝を述べてくれる学生がいるってものすごく素敵な話だなと思ってちょっと今聞いてたんですけれどもなんかこう牧島さんの思いだったりとか聞いてあのすごくいいなっていうところとなんかこうやっぱり。 御社をすごく自分自身が魅力を感じていてそれを伝えたいと思ってるからこそ学生さんもそれを感じていただいて実際に入社まで至ったんじゃないかなというふうにちょっと今個人的には,<ー>はい思うとんかこう牧島さんの国にみのれた愛みたいなのが <laughs> 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 はい伝わってるんじゃないかなと思いますね,すねはいありがとうございます<あ>ではてみてすいません<何>一つ補足でお伝えしたいのが <laughs>、はい その時になかなかでも移動って自分からなんていうのかな手を挙げるっていうかそれをこう勇気持って言うって結構こうハードル高いっていうふうに皆さん思われるかなと思うんですけども実はですねもう一つ弊社のところの特徴があって年に2回ですねキャリアについて上司と1ワ1つまり1対1で相談できる場っていうのが実はあるんですねでそういった場があるおかげで自分もその実はこれ本当に当時上司と言ったんですけども 開発よりも実はこう人材作用やっっってててみたたいと思ってるんんでですす打ち明けられたんですね、うん、でそういった打ち明けた時に会社って基本的にはそのキャリアの成長を後押ししてくれるので上司も後押ししてくれたんですね、うん、まあそういったのもあってなかなかこう開発から人事へ移動ってジャンプアップジャンプアップじゃないですねこう結構横っ飛びがかなりあると思うんですけどもそこもこうかなりスムーズにできたかなって今だと振り返って思うと思いますね 確かに結構全然違う畑っちゃ畑が <laughs> 違うなってでもそこもきちんとこう後押してし,してくれるっていうのがこうすごく素敵なところだなと、はい、思うのでもし学生の皆さんも今はこれがやりたいと思ってるけれども数年後もしかしたら違う職種がやりたいかもしれないって思って踏みとどまることもなく一回やってみても,しあもっとこういっやってみる中でこういうこともやりたいなって思ったらすぐにこう手を挙げれる環境があるっていうところはすごくいいなと、はいねはい、思いますね。う <laughs> ありがとうございます。では、ちょっと続いても質問で、えーはい、技術職の勤務地との振り分けの比率をお聞きしたいですというところなんですけど、この辺りってお医者のこう勤務地だったりとかも、いろいろ大阪とか八王子とかいろいろあれると思うんですけど、この辺りっていかがだったりされますかはい、ありがとうございます。えっ、ー、とですね、結構職種によっても勤務地ってちょっとこう、比率が分かれてしまうところあるんですけれども、<laughs> まず大きく一番あるのが東京ですね。で、技術でいくと八王子比、日の に開発拠点があるのとビジネス系のところでいくと、浜松町とかあと丸の内ですね、こういったところにあります。あとは愛知県ですね、こういったところにもサイトがあるのと、あとは大阪ですね、大阪にあるのと、あとは神戸にもあります。まあ、基本的にそあ、神戸、まず兵庫県の神戸にあります。結構大きなところにあるというのが特徴になっていて、で比率でいくと、全体でいっても東京が一番多いですね。で次に大阪です。 でその次に愛知で、えー、兵庫っていう順番ですかね。なので、一番おいたところは東京といったところになるようなイメージです。そうですね、ありがとうございますでもしなんかこう職種別で気になるとかがあれば、あのこの辺りはあれですかね、ホームページだったりとか、直接、<っ>はい、そうですね。いはい しましたはいいありがとうございますではですねあの残り34分という形になってきてしまっているのでちょっとこの辺りでちょっと学生さんの質問を終了とさせていただければと思います。もしですねあ ちょっとこんなことも聞きたかったなとか、ああ、これ聞けばよかったみたいなのがあればですね、ぜひぜひ、あの、コニカリノルタさんのマイページに登録いただいてですね、あの、歌手数名会、イベント等々あると思いますので、そちらでぜひ直接、あの、お伺いしていただければなというふうに思っております。それでですね、あの、最後に、あの、インターシップの告知等々あるかなと思いますので、はい、告知とあと学生さんへのメッセージもですね、ぜひいただければなというふうに、はい、はい、思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、わかりました。ありがとうございます。そしたら、えっ、ー、と、最後、またですね、えー、画面の方、 共有しながらお伝えさせていただければと思います画面の方見えてますかねはいばッチで見えておりますあありがとうございますでは今後のご案内というところで、えー、技術系ビジネス系それぞれお伝えしていきますえー、まずは技術系のワンデイ仕事体験というところになりますであの先ほど職種別とお伝えしたんですけどもまあ、ここにある職種ごとにですね、えー、8日間でそれぞれワンデイのプログラムを行っていきます でえー、ウェブ開催とですね実際に開発のメイン拠点がある東京サイト八王子でですね実施をしていきます。でまあ、こちら特徴はですねなんといってもコニカムのルタ・ナナタいろいろこうイベントやってるんですけどもその中でも満足度で見るとあの参加後の学生アンケートの満足度が一番高いのがこのイベントになっているんですね。でなんで高いかっていうとこのワンデーの中でですね実際に技術系の社員が登壇するんですけどもその社員が実際 業務で課題になったところ、そういった実例を実際にワークの内容になって、皆さんがグループワークで取り組んでいただくというスタイルになっているんですね。なので、まあ、実際、コニカミノルタの技術系社員がどんな課題に直面して、どのようにそれを乗り越えていくか、どういうふうに技術的に解決していくか、それをワンデーでありながら体感ができるというところ、それが何よりも魅力になっています。まあ、さらには実際、社員さんとのです、ね、座談会、質問会みたいなものもありますし、 えー、対面開催の時は、実際に開発の拠点のところ、開発サイトの見学といったところもできますので、本当にワンデでありながら、いろいろコンテンツ、多彩なコンテンツになっているものになっております。でですね、マイページご登録いただくとです、ね、5月15日より応募受付となってまして、この中でインターシップ説明会というのも多く3回、4回と今、開催予定になっておりますので、ぜひですね、興味ある方はですね、まずはマイページ登録いただければと思います。 で、同じくビジネス系においてもですね、このワンで仕事体験というのがございます。ビジネス系も本当に技術系と同じくですね、実際にビジネス系の社員が課題になっていたものっていうのを取り組めるものになっていて、コースもここに書いてある通り、非常にこう具体的なんですね。こういった具体的な実際事例というのをもとに皆さん、ビジネス系の社員が 実際取り組まれた課題というのを一緒にこう取り組めるというところで、非常にこちらも技術と同様に満足度の高い魅力的なイベントになっています。開催場所も東京の浜松市オフィス、ウェブ大阪高槻サイトとなっておりますので、ぜひ興味のある方ですね、ご参加いただければと思いますし、こちら、ワ、え、ン、ー、で仕事体験の説明会、すにビジネス系5月22日の11時からと決まっておりますので、こちらにもまずは登録してですね。 えー、予約いただければなと思います。はい、ということで、今後のご案内させていただきましたが、最後に私から皆さんへのメッセージということで、あのコニカム・ノルタ入社される方で非常に多いのがですね、やはり自分がもう成長できると思ったっていうところが非常に多いんですね。それは実際にあの決め手になった方もそうだし、入社されてからもうどう思いますかっていう時に成長ができるというふうに思う方が非常に多いんです。なので、本当にこう会社入っても成長していきたい。 チャレンジしていきたいそういうふうに思われている方はですねぜひコニカミノルタ、えー、マイページご登録いただいてですねいろいろこれからのイベントをご参加いただければなと思っております、えー、以上ですね本日はありがとうございましたはいありがとうございましたあの学生の皆さんですねあの気になる方あのぜひぜひマイページ登録いただければなというふうに思っております最後牧島様画面共有一旦閉じていただいてもよろしいでしょうかはい はい、ありがとうございます。久留米さんあの、チャット欄にですね、コニカミノルト様のセミナーの URL だったりとか、マイページ登録の URL 載せておりますので、ここからぜひぜひご応募ください。そしてですね、あのチェックインとアンケートのご回答、ぜひぜひお忘れなきようよろしくお願いいたします。この後もですね、見極めライブ YouTube 続いてまいりますので、どんどん楽しんでいってください。それではですね、改めて本日ご参加いただきました、コニカミノルトの牧島様、本日はどうもありがとうございました。 はい、皆さん最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ミ極アライブ YouTube これからも楽しんでください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。ミキで検索。